めでたく美女とマッチングしてやり取りする中に、そろそろ会うとかどう？しかしその美女の正体は、私男なんです。男なら男で友情を育めばいいか。かわいい。ごめんなさい、でも僕は好きだから。マサさんが男の子は好きになれなくても、僕はマサさんのこと好きだから。この子は真剣に思いを伝えてくれた。なのに俺は、どうすればいいんだ。マサさん、フラチオしましょうか。え？待って、これはちょっと違くて。大丈夫、口は女の子と変わんないから。来週また会える。山なぎ、のんけを惚れさせることが趣味なんだよね。